こっちはオッケーっと。あとはこれやって。薪の具合はどうかな。お、大丈夫そうだな。あとスープの方はどれどれ。ん？あれ？なんだろう。なんか足りない気がする。アオバ、この調味料を入れ忘れているのではないか？え？なあ、ほんとだ。道理で。忘れないようにっと。ずいぶん賑やかだな。ああ、ルラガン。夕食の準備か？そう。今日は休みだし、前もってしっかり準備しとこうと思って。3日ほど前に寝込んでいたようだが、体調はもういいのか？あ、今は割と調子いいよ。そうか。何やら音がすると思ったら、オーブンでパイを焼いているんだな。この間は失敗しちゃったから、リベンジな。それに、なんたって今日は、ちょっとね。ミンクが帰ってくるまで、あ、まだ時間あるし、今日は間に合いそうだな。あ、パイってこの辺じゃ割とよく食べるんだろう。そのようだ。だからこの家にもオーブンがあるんだな。薪を使う昔ながらのやつだし、俺が来るまでは全然使われてなかったみたいだけど。ミンクがパイを焼いているのは見たことがないな。そんなミンク想像できねえ。でもこの家って昔からあるってわけじゃなくて、ミンクが新しく建てたんだよな。ああ。じゃあなんでオーブンつけたんだろう。使うつもりがないなら最初からつけなくても良さそうだけど。うん、この辺りではキッチンといえばオーブンをつけるのが常識になっているということもあり得るのではないか。そうなのか、ルラカン。確かに大抵の家にはオーブンがあるだろうが、そういった常識があるかどうかは分からんな。そっか。あ、じゃ あ、例えばさ、なんだ？ミンクが過去を懐かしんで、あえてつけたとか。過去を懐かしむとは？あ、つまり、ミンクの家族とかがオーブンをよく使っててさ、それが忘れられなくて懐かしくてつけたとか。それは俺の知るところではないな。そんなに気になるなら本人に直接聞いてみたらどうだ。うん、まあそうだよな。どうした、妙に歯切れが悪いな。いや、あ、ルラカンってさ、いつ頃からミンクのオールメイトになったんだ？ずいぶん唐突な質問だな。昔のミンクのこととか知ってるのかなって思って。俺がミンクのオールメイトになったのはミンクが日本へ行ってからだ。だから過去について詳しくは知らんな。そっか。何か思い悩むようなことでもあるのか？あ、レンには話したんだけど、ちょっと前から頻繁に同じ夢を見るんだよな。夢？うん、森の中にいる夢で、内容はいつも同じなんだけど、なんとなく何度も見てるうちにミンクがいた村の近くなんじゃないかって思えてきてさ、ルラカンは何か知ってるかなって思って。うん、それは奇妙な話だな。お前はその頃の光景を知らないはずだ。そうなんだよ。でもなぜかここはミンクの村だって確信があってさ、そこに住んでる人たちの様子もなんとなく分かって、きっとみんなすごく穏やかに過ごしてたんだろうなって。ほう。青葉が体調を崩して寝込んだ日から見ている夢だ。まだ風邪が完全には治りきっていないのだろう。そうなのかな。もしくは
お前が無意識に気にしていることが夢となって現れていると考えることもできるな。ところで青葉、パイの方は大丈夫か？ああ、いっけね。そろそろかな。うわあ、いい焼き色ついてんな。すげえいい匂いするし。きっとミンクも喜ぶだろう。だと、いいな。ミンクはお前と住むようになってから、以前よりもしっかりと食事をとるようになったな。いや、そうなんだ。人間は俺たちと違って、食物を摂取しないと弱ってしまう。これからも、俺の主人の健康を維持するために、頑張ってくれ。もちろん。頑張るよ。さあ、そんじゃあ仕上げに取り掛かりますか。あ、ミンク、おかえり。おかえり、ミンク。おかえり。ああ。もう、夕飯だから座っててよ。何か手伝うことは？ないない。今日は俺休みだったしさ。ミンクは疲れてるだろうから、とりあえず座ってて。病み上がりだろう。少し良くなったからといって、調子に乗ると、またぶり返すぞ。大丈夫。っていうか、心配してくれてありがとう。でも、本当残りの準備なんてすぐだからさ、座ってよ。わかった。よし、これで全部。さあ、食べよっか。今日は随分豪勢だな。さて、どうしてでしょうか。ヒント1、俺がここへ来て1年経ったという記念だろう。で、正解です。ちゅお前の考えてることなんてすぐわかる。単純だからな。でもすぐ答えたってことは、ミンクもちゃんと覚えてたってことだよな。早く食べないと冷めるぞ。あ、ごまかした。まあいいけど。んじゃ俺がここに来てから1年経ちました記念。ほら、ミンクもグラス持って。乾杯。いただきまーす。すべての命に感謝を。これミートパイ、初めて焼いてみたんだけど、どうかな、うまく焼けてる？悪くない。そっか、俺も食べてみよっと。いけるいける。よかった。どうした？食事中にごめん。それは構わんが。さっきからちょっと喉が痛くて、昼は何ともなかったんだけど、やっぱりまだ風邪が治りきってないのかな。無理はするなよ。あ、そうだ、あのさ、前から聞いてみたかったことがあるんだけど、いい？なんだ？ミンクってさ、そんなにたくさん飯食わないだろ？肉もほとんど食わないし。お前が作ったものは全て食べてるだろ？そうなんだけど、っていうか、それは嬉しいんだけど、ミンクからあれこれ食いたいっていうことがないだろ？それってなんでかなって。必要最低限の食事しかしない。
それが俺たちの考え方だ。俺たち？ああ、ミンクの一族のってことか。ああ、人間と同じように、すべてのものには皆平等な命が宿っている。俺たちはその命をもらって生きている。だから、食べる前には必ず感謝を捧げ、空腹を満たす以上の食料は口にしない。そういう考え方だ。いつも食事の前につぶやいているのって感謝の言葉なんだな。あ、それって言われてみればすごく大事な考え方だよな。今までは俺も何気なくいただきますって言ってたし、肉も好きだけどさ。お前まで無理に合わせる必要はない。肉も食べたければ食べればいい。これはあくまで俺たちの考え方だというだけだ。うん。でも俺、これはこれで結構楽しんでるから。緑島とは食材も調理の方法も全然違うし、そりゃあたまには緑島の飯が恋しくなるけど、そういう時は作るし。確かに作ってるな。だろ？で、ミンクも食ってくれるしさ。だから、こっちの暮らしに合わせてるって感覚はあんまりないんだよな、俺。青葉がポジティブで助かるな。ま、そうとも言うな。え？何今の？どういうこと？ポジティブなのは青葉の取り柄だ。楽観的とも言うんじゃないか？ちょ、それ、絶対悪口だろう。そんなことはないな。ああ、そういうことにしておけ。え？そんなミンクまで。手が止まってるぞ。もう、わかってますよ。食べますよ。